技。それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見機によって相手の嘘を暴くという恐怖の心理ゲームである。これ見どころってのは一体何なんですかね。本番直前まで練りに練った相手への質問ですね。やはり動揺といかに動揺させるかっていう、どんな質問するか、そこも楽しみですね。そうですね、こんな企画に会いたかった。お、どうですか大石先生。はい、はい、そう思う。いや、もうあなた銃振られると思ってなかったですよね、今完全にね。大丈夫です。え、もう眠たいですか。ちょっと眠たいですさあ、それでは早速1回戦の対局者をご紹介いたしましょう。先手、自分の心も操れる演技派女優前田敦子。後手、どん詰めりの空気もビビらない KY ガール高橋みなみ。この2人は非常に、まあ、はい、普段から仲がいいので、相手のことをよく知ってる分、質問も結構際どいところに。じゃあもしかしたらもう秒殺で終わる可能性も。まず両者が事前に練り上げた質問をご覧いただこう。高峰は一撃だと思いますよ。あ、一撃でいけると。素直なんで、はい、まあ、嘘はつけないと思うんで、私は全部痛いとこついてると思います。はい、おー、と言われてもうだいぶ動揺してますけども、そうですね、はい、常に動揺してはいるんですけども、はい、まあ、あっちゃんと長い付き合いなので、はい、まあ、あっちゃんのことは誰よりも知ってるぞと。私も一撃で、はい、それでは参りましょう。正直将棋、まずは先手前田から参りましょう。前田、まずは身長148センチの高橋に対してこの一手。おっと、1番1番からいきますか。高めな心してっていう感じですね。え、そんな感じですか。はい、実はまだ身長が伸びると期待している。いいえ。あ、1本超えました。早い、早いですね。期待してもええやん。それでは後手高橋行きましょうか。さあ、もう一本取られましたからね。もう決まってる。我が道を行く前田にこの一手。おっと、2番。リュウさん、これ2番、これどうすか。いい勝負ですね。本当にやっぱり一緒にいるからこそ分かる、はい、実は AKB メンバーで名前を知らない子がいる。いいえ。おーっと、耐えましたね、耐えました。1本ならず。嘘だ、嘘だ、嘘だ、嘘だ。どうしました峰岸さん。だって話してて、はい、何々ちゃんがって言ったら、はい、ん、誰ありますよ。見てください、この顔。これは全員知ってるんですよね、名前ね。知ってますよ。ほら、っていうことは演技派ですね。ですね。先生、こういうことってあるんですか。あんまり気にしてないってことです。もっと悪いじゃないか、先生。続いて、先手前田いきましょう。はい、続いて男の子っぽい高橋に対してこの一点。これは私がすごい気になるところで言ってる。うん、何番だ。2番。もうこれはアイドルとして気になりますよね。いや、これってもダメでしょ。実は家ではトランクスを履いている。いいえ。変えましたね。ちょっと待ってください、さすがにこれ質問がまずあれじゃないですかね。あなた履いてそうじゃないですか。ちょっと待って、違うんですか。そこはやっぱり女性としてね。じゃあ後手高橋いきましょうか。おしゃれが好きな前田にこの一手。7番。さあ、これはどう思ってるでしょうか。正直、秋元さやかの私服はダサい。いいえ。おっ、高めでやりました。さあ、前田さん、私に聞かなくてもなるんじゃないでしょうか。いいとこ言いましたね、高めは、さあ、続いて、先手前田の攻撃ですね。続いてライブでいつも MC を務める高橋に対してこの一点。何番だ。8番。そう見て取れることは多々あるので、いいとこついてますね、きっと。実は自分のライブの MC に惚れ惚れしている。いいえ。おお、自
分でプーって拭いちゃってんじゃないですか。いやでも自分の MC にはまあ満足してますね。ねえ、あの人は迷惑してるんですけどね。楽屋とかで、はい、今日受けたよねって誰も思ってないのに そ, のそういうこと言うおっしゃるんですか。あなたやっぱり身近にいればいるほど分かってくる、ね、なるほど。2本取りましたよ。はい、あっぱれですね。続いて後手高橋。数々のドラマに出演する前田にこの一手。8番。これはでも痛いところ続いたかもしれないですね。はいはいはい、これは知りたい。実は AKB1 演技がうまいと思っている。いいえ、これは超えた一本ですね。さあこれはちょっと表情にもチラッと出たような気がしますけども、これどうですか、思ってますか。いや AKB の中で競ってるわけじゃないので、はい、なんていうか、ライバルと考えたりする子はいないので、はい、そうですね。目がキョロキョロ。私はそう思ってないんですけど、気持ちが正直だったみたいです。さあ高橋大手がかかりましたけども、はい、おいい勝負ですね。2対2ですね。いい勝負ですね、うん、さあ先手変えていきましょうか。難しくなってきました。AKB のプロデューサーに関するこの一点。おっと3番ですか。実は秋元康さん以外の曲を歌ってみたいと思っている。いいえ。やめましたね。おっと、おー、危ないですよ、危ないですよ、危ないですよ。さあ耐えましたね、一本足らず。嬉しいですね、うん、あ、そうですか。はい、よかったと思って。歌手志望の高めなんで、いろんな冒険はしてみたいのかなと思ったんですけど、今のところは裏切りなしで安心しました。はい、はい、それはやっぱり裏切り行為に入るんですか、やっぱり。そうですね、やっぱ AKB にいる限りは。そうです、そうですね。あ、なるほど。続いて高橋。はい、いつも滑る高橋、続いてこの一手。3番ですね。これは知りたい。知りたい。本当は高橋みなみの話を面白いと思っている。いいえ。ここまで動かんか。先生これどういうことなんですかね。全然あの気になってないことです。全く気になってない、すごいですね。嘘発見して、本当に高橋がいいですけど、すごいですね。すごい。さあそれでは先手前田。高めの心の感じですね。そうですね。なるほど、なるほどですね。いいとこ行きましたね。正直滑りキャラだが、マリコよりは滑ってないと思う。いいえ。一本取りました。さあということで前田の勝利。高橋さん、そう思ってらっしゃるってことですか。まあ、ぶっちゃけ言いますと、マリコ様の方がちょっと滑ってる、はい、ちょっと滑ってないね。白井さんはどう思ってますか。みなみと一緒にされたくない。白井さん的には、まあ、今の顔のリアクションもわざとらしくて、なんかすごい滑ってましたよね。なんかね。